おい、どうも、IGでございます。本日なんですけども、若手注目株、前線編ということで、いや、もうセンターバック編、中盤編と終わりましたから、まあ今回はね、前線について話していこうかなと思います。まあ、ドロピザ風のサムネにしてみたりね、こういう風なサムネに戻したりと、まあいろいろやりましたが、なんかとりあえずこの若手編はね、このサムネイルが一番ちょうど良さそうなので、このシリーズで統一していこうかなと思います。なんかね、サムネイルね、まあ俺、高須美希也先生風のね、やつでやってたんだけど、なんかあれの数値が落ちてきたから、まあちょっと最近サムネサボりがちだったし、いろいろやってみようと思って、いろんなサムネ作ってみましたけど、まあ多分選手紹介系はこういう感じでよくて、まあ試合の振り返り系とかはこっちで良さそうだから、まあなんかそういう風に分けてやっていこうかなと思います。なんか一旦あれではね、これからの戦略についてみたいな動画出しても面白そうな感じもしたので、まあ気が回ったらそういう動画もやっていこうかなと思います。とりあえず今回でね、若手注目株シリーズ最後ですので、まあ最後まで見てたら面白いんじゃないかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。ナンバーワン、マイケル・オリンス。ゼロ知識7世代、フランスをレペゼンする右ウィンガーで184センチ、左利きの選手となっております。22歳なので、久保君や坂と同級生となっており、同じサイズ感ですとザレということになっております。今シーズンは怪我でほとんど試合に出てないですが、出場した11試合で6ゴール3アシストと活躍できていることから、おそらくクリスタルパレスのファンはね、早く来てくれ、オリンス、ウェイヨーって感じでしょうけども、まあ他のサポーターからしたらね、いや、出たら活躍するけど、怪我か、みたいな感じで、注目を集めてるんじゃないかなと思います。今回ね、負傷してしまったハムストリングはね、昨シーズンもやってるところなんで、特にプレミアのファンはね、オリンスのこといいなと思ってる人多いでしょうけども、まあ人によっては結構警戒するような選手でもあるんじゃないかなと思います。実力は間違いないけど、怪我多い選手って、まあ賛否両論起こりがちだよね。また我々ユナイテッドにもね、オリンス移籍の噂が出ており、若くて活躍できてる選手だし、まあ多分俺はどうせ来たらね、オリンス最高、うわーって感じにはなるとは思いますが、マウントの件もありますので、俺はね、まあめっちゃどうせ喜ぶけど、後々なんつうんだろう、まあやっぱか、みたいな展開にもなるんじゃないかなとは思ってます。まあ今回はね、彼がユナイテッドに合うかどうかっていうのが、まあ主題ではなく、彼がどんな選手かっていうのが主題なので、彼の特徴について振り返っていこうかなと思います。彼は右ウィングとトップ下で活躍できる選手で、まあユナサポとしてはね、やっぱフリーキックえげつないの決められてますから、プレースキッカーのイメージもかなり強いです。またこういうね、なんつうんだろう、右ウィングもできてトップ下もできて、フリーキック上手いっていう感じだと、まあ守備サボりがちな、まあ王様タイプなんじゃないかと思われがちですが、意外とそういうわけじゃなく、むしろね、しっかり守備していた印象があるから、昔の王様タイプってよりかは現代型の選手になってるんじゃないかなと思います。またプレースキッカーとかね、意外と守備するっていう特徴以外にも、やっぱりドリブルが非常にうまく、スピードもあるタイプということになってますから、まあザハがね抜けた今だと、オリーセがクリーパレの中では一番警戒すべき選手になってるんじゃないかなと思います。またゴール集やプレー集などを見ましたが、ミドルなどの精度も非常に高く、ドリブルで抜いてからねシュートを打つみたいなことも全然できそうですし、ドリブルで抜いた後のパスとかも非常によく、かなり攻撃時に脅威になってくれそうな選手だなと思いました。多分あれだよね、脅威っていうか見ていてワクワクするタイプの選手だろうね。また時にはね、トップ下をやるみたいなことも書かれておりましたが、サイドチェンジだったりの、まあ、精度は高そうですし、まあ、空間認知能力もね低くなさそうな感じがしましたから、まあ、今後ねウィンガーとしてだけでなく、トップ下としても成功しそうな選手なんじゃないかなと思います。まあこんな感じの特徴を持ってて、現在のクリスタルパレスはおそらくカウンター系のサッカーをしていると思いますから、まあそのままねカウンター系のチームに行っても、まあ活躍できるでしょうし、まあドリブルで抜く力があり、まあそこからもねアイアだったりミドルシュートがあって、まあパス精度も悪くなさそうですから、まあポゼッション系のチームに行っても活躍できるんじゃないかなと思います。だから特徴だけ振り返っていくとさ、スペ体質なのかどうかっていうのが気になるところだけども、ユナイテッドの右にはまあ彼みたいなね攻撃時脅威になれるような選手がガレナチョしかいないから、マジでオリーセがユナイテッドに来るっていうのはいいことなんじゃないかなと思います。ちなみに彼の市場価格は5000万ユーロとなっており、この夏に契約更新を2027年までしておりますから、まあ移籍する場合、まあ契約解除要項がなければ、6000万ユーロから8000万ユーロ、ワンチャン、まあでも1億ユーロも行くほどではない気がするから、まあでも大体それぐらいの値段になるんじゃないかなと思います。なんとなくユナイテッドがね、オリーセどうするみたいなことを考えている間に、リバプールがね、なんかもう、新時代やーみたいな感じでサラを退団させて、さらっとリバプールが勝ったるみたいなこともあり得るんじゃないかなと思いました。まあスペっぽいからね、俺は獲得に全力で参
完成っていう感じではないけど、プレー集見る限り非常にワクワクする選手でしたから、実際来たら来たらね、どうせ喜ぶんじゃないかなって感じです。ネムチューニコ・ウィリアムス。ゼロ式ヤングパトラ世代、スペインをレペゼンしているウィンガーで、181cm 右利きの選手となっております。21歳なので、ファティとペドリが同級生となっており、同じサイズ感ですとデブライネということになっております。イニャキ・ウィリアムスが兄貴となっており、兄弟でビルバオの攻撃を牽引している彼、一応右利きの選手ということになっておりますが、兄貴とは違って両足を自在に操ることができ、高いドリブル技術とスピードを持ち合わせていることから、正直兄貴ウィリアムスよりね、攻撃面では驚異的な存在ですし、ぶっちゃけラリーガを代表するウィンガーの一人と言っても過言ではないんじゃないかなと思います。一応今シーズンニコ・ウィリアムスは6ゴール13アシストと悪くない成績を残しております。また本当に彼はね、ドリブルが上手くてめちゃめちゃ速いからね、俺はめっちゃ好きな選手ではあるんですけども、決定力がね、まああんまり高くない選手ということになってますから、ちょっとゴール前とかでね、彼にまあ抜かれたとしても、まあそんなに気にしないっていうか、まあなんつだろう、他の選手にパスされないかなとか、なんかそっちが気になるようなタイプのウィンガーですし、また抜いた後もね、めっちゃアイデアがいいみたいな、多分そういう選手ではないから、ドリブルはマジですごいし、スピードも速いし、いい感じの選手ではあるんだけども、まだまだこれからな部分が多いんじゃないかなっていうタイプの選手だと思ってます。だから逆にもっと周りが上手かったらね、アシストももっとつくっていうか、まあニコ・ウィリアムスの動きに合わせられるタイプのストライカーがいれば、めちゃめちゃね、ニコのなんつうんだろう、性能は生きるような感じをするし、なんかそういう9番がいるクラブに行けば、ニコはめっちゃ活躍するのかなと思ってます。まあ元々ビニシウスってドリブルとスピードはいいけど決定力がなっていう感じの選手だったじゃないですか。でも今はしっかり成長して、まあ、決定力もあるしアイデアもめっちゃあるぜみたいな選手になってるから、ニコは非常に若い選手となっておりますので、まあ、ビニシウスみたいに化ける可能性はありますから、まあ今はね、決定力が低くてアイデアもなんかいまいちっていうのは大した問題ではないんじゃないかなと思います。ちなみにビルバオの選手ですから、守備意識はかなり高くずっと走り回っているので、まあ絶倫系なイメージが個人的には強いです。まあとりあえずね、ドリブルで相手を絶対剥がせるっていうタイプの選手ですから、割と攻撃の起点になれるような感じがするので、ある程度の活躍はできるんじゃないかなって感じです。ちなみにビルバオはね、ゴリゴリの縦に速いぜサッカーをやってるから、ビルバオはね、ラリーが屈指のゴリゴリクラブということですから、まあある程度プレミアでもやれるんじゃないかなと思ってます。ちなみに彼の市場価格は5000万ユーロとなっており、契約は2027年までとなっておりますから、ニコのね、移籍金が安くなる要素って全然ないんですけども、今シーズンに行われた契約更新で契約解除要項5000万ユーロがもし変わっていなかったのであれば、5000万ユーロで彼のことを獲得できるわけですので、そこまで彼を獲得するのにお金がかかるかっていうと、そうでもない可能性はあるんじゃないかなと思ってます。まあぶっちゃけニコ・ウィリアムスの移籍ってあんまお金関係ないと思うんですよね。まあ彼が所属しているビルバオって、まあさすがにうちのリスナーはラリーガファン多いからさ、まあ当たり前だろ、IC こんなことわざわざ説明しなくていいよっていう人もいるかもしれないから、言わなくてもいいような気もするんだけど、一応プレミアのキッズたちもね、そこそこいると思うので説明しますと、ビルバオはね、バスク人しか入団できないクラブということになってますので、ぶっちゃけニコを高い移籍金で売ったとて、ニコみたいなね、いい選手を他のクラブからね、移籍金払って取ってくるみたいな、そういうクラブじゃないから難しいと思うんだよね。多分ニコの意思が結構尊重されるような感じがするから、移籍金をいくら積むっていうよりかは、ニコをどう口説くかっていうのがかなり重要な感じになってくるんじゃないかなと思ってます。まあ逆にニコは相当ビルバオ愛強いと思うんだよね。兄貴ウィリアムスもいるしさ、だからまあニコもニコでね、移籍する際クラブに移籍金残したいって思うタイプだろうから、まあ本当なんつうんだろう、彼のことを狙ってるクラブは頑張れっていう感じになるんじゃないかなと思います。ちなみに彼の負傷頻度はスペってほどではないけど、そこそこ怪我をするかなっていう感じになっております。ネベスリー、ルイス・オペンダー。ゼロゼロ式ケニー世代、ベルギーをレペゼンしているストライカーで177cm 右利きの選手となっております。24歳なのでハーランドとビニシウスが同級生となっており、同じサイズ感ですとディバラということになっております。だからまあストライカーなんだけど、あんま大きくないよねっていう感じなんじゃないかなと思います。オペンダーは昨シーズンからさりげなく結果を出し注目されていた選手で、昨シーズンはラスで42試合21ゴール4アシストと活躍し、リーグワンで得点ランキング4位を記録しておりました。そしてこの活躍からアスレティックで彼の特集記事が組まれ、去就がねさりげなく騒がれていたみたいなんですけども、最終的にライプツィヒに移籍金3850万ユーロで移籍しております。そして今シーズンは昨シーズンに引き続き大活躍しており、37試合23ゴール4アシストと素晴らしい成績を残しております。
ちなみにブンデスリーガーの得点ランキングでは3位ということですから、いきなりね、移籍した先で結果を出してるっていう点は、すごいことなんじゃないかなと思います。で、オペンダ君がね、このような成績を残すことができるのは、堅実そうな性格が理由となっており、もともとね、オペンダ君って、まあ、母国の強豪クラブ、クラブブルージュにてキャリアをスタートさせたんですが、そこではね、なかなか出番が得られず、代理人とクラブにフィテッセへのローン移籍を提案されたみたいなんですが、本人的にはね、あんまりオランダリーグの地位が高くなかったからか、ロングイダーみたいなことを言ってたみたいなんですけども、最終的にフィテッセにローンで移籍して、プレー時間とオフザボールの動き、攻撃から守備への切り替えなど、様々なことを教えられることになり、成長にとって大事なのはね、環境であるということに気づいたらしく、最終的に50試合24ゴール6アシストと、フィテッセで大活躍したということみたいでございます。また、今シーズンのランスからライプツヒに移籍したのは、若手選手の信頼や成長機会の提供、そして自分のプレースタイルと非常にマッチしていることが原因で、ライプツヒに移籍し、現在大活躍しているということみたいですので、彼は結構移籍先を慎重に選ぶタイプっていうことがこのエピソードからわかると思いますし、今後彼がね、移籍で失敗するみたいなことは少ないんじゃないかなと思いました。また彼はね、ベルギー出身ということになっておりますが、彼のアイドルはドルグバということになっており、インタビューでオペンダは今後彼を超えられるような選手になっていきたいと語っておりました。この辺のことを考えると、もしかしたら彼の目標にチェルシーの移籍っていうのは意外とあるんじゃないかなと思いました。まあ彼の性格だったらね、今のチェルシーに行くかっていうとそういうことはなさそうだから、まあチェルシーが復活してね、まあオペンダ君のプレースタイルと合いそうだっていう感じになっていれば、オペンダ君がね、チェルシーに移籍するみたいなことはあり得るというか、まあそうなっててもおかしくないんじゃないかなと思います。一応アサールってベルギー出身の大スターだから、オペンダ君が自然とチェルシーが大好きでも違和感はないよね。この辺の要素を考えていくと、多分チェルシーサポーターだよね。まあとりあえずね、性格とかね、やってきた結果だけ見るとめっちゃいい選手っていう感じはしますが、マドリードやった際、彼が決めてればね、ぶっちぎりライプツヒ勝ったなみたいな、そういう思い出が強いので、一応この夏にね、注目すべき若手選手みたいなノリで紹介はしていますが、個人的にはまだビッグクラブに移籍するのは早いんじゃねえのっていう風にも思ってます。まあ俺がたまたま見たね、マドリー戦で活躍できてないだけで、他の試合ではね、絶対活躍できるはずですから、あくまでもこれは俺の意見だと思って適当に流してほしいなって感じです。そんで彼の特徴を見ていきますと、彼はかなりスピードが速い選手ということになっており、ブンデスのスピードランキングでは11位を記録しており、ザレとほぼ変わらない速さを記録しております。またゴールは外しておりましたが、レッドブル系のプレスをしっかりやっておりましたし、悪くない選手なんじゃないかなと思います。またこの辺のね、プレースタイルと見た感じの印象なんですけども、まあポストプレーとかをして、まあガンガンなんつうだろう、繋ぐために頑張るっていうストライカーではなく、どっちかっていうと高速で裏抜け狙ってシュートガンガン打つぜみたいな、ちょっとそういう系のストライカーなんじゃないかなと思います。だからポゼッション系っていうよりかはカウンター系、縦に速い系のチームに移籍すると大活躍しそうだから、まあそういったチームを選ぶんじゃないかなって感じです。だからぶっちゃけユナイテッドに来るかっていうと、そこはなさそうだなって感じです。ちなみに彼の市場価格は6000万ユーロとなっており、契約は2028年までとなっておりますから、まあ6000万ユーロから8000万ユーロぐらいの価格帯になるんじゃないかなと思います。ちなみに大怪我の経験はないので、まあ怪我で全然出れないみたいなのは、まあその移籍先のクラブで大怪我をしない限りないんじゃないかなって感じです。おいやおネルファンベクトルディケレシュ、ちょっとさ、こいつだけ名前難しいんだわ。ギちっちゃいエケレシュだから、本当は多分ねゲッケレシューみたいな感じで呼んだ方がいいんだろうけど、さすがにちょっと言いづらいから、ビクトルで行かせてもらおうかなと思います。98年式、ラオ、世代、スウェーデンをレペゼンしているストライカーで、187センチ、右利きの選手となっております。25歳なので、カメ太郎とバルベルデが同級生となっており、同じサイズ感だと、ケインと、いうことになっております。ここ最近ツイッターのね、移籍アカウントとかで、まあ彼の画像を見たことがある方は多いと思いますから、気になってる方は少なくなかったんじゃないかなと思います。このパフォーマンスってあんまりないっていうか見かけないから、一発で覚えちゃうよね。ちなみに彼は2100万ユーロでスポルティングに移籍し、39試合36ゴール14アシストと大活躍を見せ、一気にこのポーズとともに有名になりましたが、昨シーズンまではイングランド2部のコベントリーシーでプレーしており、昨シーズンは50試合22ゴール12アシストを記録。またコベントリーシティに移籍するまではブライトンに所属しておりました。もともとブライトンにね、獲得されるぐらいですから、才能は高く評
評価されてたんじゃないかなと思います。ちなみにブライトン時代、ザクンとパリ、スポンジ、コベントリーと3つのクラブにレンタル移籍しておりましたので、まあ相当苦労したんじゃないかなっていうのも見受けられます。だからなんて言うんだろう、コラポーズも昔からずっとやってたんだろうけど、今結構バズっててマジで嬉しいだろうね。そんな苦労してそうなね、彼の特徴を見ていきますと、彼のゴール集を見る限り、得点パターンはね、ドリブルで相手を一人剥がしてから決めることが多く、他にも裏抜けや動きからのワンタッチゴールが多く、セットプレーからのヘディングも結構ありました。なので足元もある嗅覚系のストライカーと考えることができ、プレーを見る限りですとちょっとフォイっぽいなっていう風にも思ってしまいました。まあフォイほどねスピードがあるかっていうとそういうわけじゃないけど、ドリブル力は絶対フォイよりあるなって感じはしたし、ゴールへの嗅覚とかフィジカルとかはビクトロの方が強いんじゃないかなと思ってしまいました。これらの特徴を考えると、保持系っていうよりかはカウンター系の方が良さそうな感じは強いです。これらの特徴を考えると、まあカウンター戦術を取っているクラブやセットプレーからの得点も狙えることから、いいプレースキッカーがいるチームに行くとめちゃめちゃ活躍するんじゃないかなと思いました。まあ、だからまあ移籍先としてはねちょっと地味にはなってしまうけど、ハマーズに移籍したらさ、まあハマーズの戦術ってまあカウンターっぽいじゃん。でウォードプラウとかもいるわけでしょ。だからなんか本当ビッグクラブに移籍っていう感じを想像する人が多かったかもしれないから、移籍先としてはね地味に感じるかもしれないけど、ハマーズに移籍したら彼はマジで化け物になっちゃうんじゃないかなと思ってしまいました。またねゴール集を見る限りですと、プレスからそのままボールを奪って得点を決めるみたいなこともやってましたから、守備意識も低くないんじゃないかなと俺は思ってしまいました。また得点にね目が行きがちなんですけども、今シーズンは39試合36ゴール14アシスト、昨シーズンは50試合22ゴール12アシストと、さりげなくアシストもね2シーズン連続で2桁台を叩き出しておりますから、高いドリブル技術とゴールへの嗅覚があるだけでなく、パスのセンスも悪くない選手なんじゃないかなと思いました。ゴールもアシストもできるストライカーって結構珍しいよね。ちなみに彼の市場価格は5500万ユーロということになってますが、契約解除要項は1億ユーロに設定されており、今シーズンから加入した選手ということになってますから、契約も2028年までと非常に長く、彼のことをこの夏欲しいなと思ったクラブは1億ユーロ払う必要があると認識すべきなんじゃないかなと思います。まあ1億ユーロ払えるクラブってなかなかないから、移籍するのであればプレミアのクラブで間違いないんじゃないかなと思います。まあポルトガルリーグから、まあ、プレミアリーグってそんな外れないじゃないですか。我らがブルーノも、まあ、スポルティングからユナイテッドだし、まあ我らがロナウドも、まあ、スポルティングからユナイテッドでしょ。で昨シーズンいじられてたヌニスも結局昨シーズン42試合15ゴール4アシストで、今シーズンは42試合17ゴール14アシストとぶちかましておりますから、プレミアのクラブが彼のことを獲得してもそんなに外れることはないんじゃないかなと思います。ヌニスはベンフィカでのラストシーズン41試合34ゴール4アシストだけど、ビクトルは現在シーズンが終わってないのに39試合36ゴール14アシストを記録してるから、マジでビクトルのプレミア行きっていうのはあり得るんじゃないかなと思います。もともとしかもビクトルってさ、ヌニスとは違ってコベントリーシティでプレーしてた経験もあるから、言語の面でも行けそうだし、マジで行きそうだよな。ちなみに大怪我の感じはないので、いきなりに移籍したはいいものの怪我で出れませんみたいなことはないんじゃないかなと思います。Number 5、サンティアゴ姫です。ゼロ知識7世代、メキシコをレペゼンしているストライカーで182センチ、左利きの選手となっております。22歳なので、久保君とサカが同級生となっており、同じサイズ感ですとエンバペということになっております。昨シーズンヒメネスはフェイエノートをリーグ優勝に導き、今シーズンも35試合24ゴール5アシストとオランダではとにかく大活躍しているということみたいでございます。またフェイエノートにはね我らが綾瀬がいるということみたいですけども、ヒメネスの出場数と、まあ、フェイエノートのフォーメーションが 4-2-3-1 であることを考えたら、あんまり綾瀬は試合に出れてないことがこのスタッツを見ると分かるんじゃないかなと思います。綾瀬彼女可愛いんだから戦うよ。そんでヒメネスの特徴を見ていきますと、彼は先ほどのビクトルとは異なり王道な9番タイプということになっておりまして、オフザボールで時にはおとりになり、降りてきてボールを散らしたり、ポストプレーで起点になるなど、オフザボールの動きが
とにかく褒められる選手ということになっておりました。実際プレー集見る限りなんですが、結構下がってね、ボールを受けて体を活かしながらドリブルでそのままキャリーするみたいな、そういうのを見受けられましたので、オフザボールの動きもいいけど、体を使いながらね、ドリブルをで抜く技術みたいなのもありそうなので、本当に王道な9番っていう感じの印象を受けました。一時期ね、マドリーへの移籍の噂も出てましたので、まあその辺の技術が高いっていうのは間違いないんじゃないかなと思います。だからまあ2列目に主役になれる選手が多いクラブに行くと、彼はめちゃめちゃ輝くのかなって感じです。また得点パターンを見る限りですと、割と地味めなものが多く、派手なゴールは本当に少ないんですが、仲間の動きに合わせてからワンタッチで決めるとか、裏抜けなどの一瞬の動きから得点をするとか、ゴール前でわちゃわちゃしてる時にもうそのままボンって決めちゃうとか、なんか本当そういう感じのストライカーだったので、オフザボールの動きがいいことはなんとなくゴール集を見ても分かりましたし、王道な9番だし、頭脳系の9番なのかなと思ってしまいました。だからこの辺の特徴を考えると、カウンター系のサッカーをするクラブではまあ9番として起点になって、まあポゼッション系のチームに行ったら、まあ多分ボールを保持する局面でもオフザボールで違い作れるタイプのストライカーって感じがしましたから、まあカウンターでもポゼッション系でもどっちでも活躍できるんじゃないかなと思ってしまいました。この辺のことを考えると、まあ彼の場合はボールを保持する展開が多いビッグクラブに移籍した方がなんか輝きそうっちゃ輝きそうだよね。なんかカウンターからスピードで乗ってってシュート決めるみたいな、そういうのはゴール集の中に少なかったし、多分そっちの方が彼にとってもいいような感じはします。結構ビッグクラブで活躍できるストライカーとさ、そうじゃないクラブで活躍できるストライカーって結構分かれると思うから、俺はマジで、キメネスはビッグクラブ向けなのかなっていう印象が強いです。多分どっちかっていうと、さっき紹介したオペンダとかは中堅とかの方が輝きそうな感じはします。特にアーサルとかさ、ポゼッション系でやってるから移籍した場合合うんじゃねっていう感じはしました。ちなみに彼の市場価格は4500万ユーロって、契約が2027までだと長いですから、彼もね、他の選手と同様に安くなる要素は少なく、移籍金はなんとなく、まあ、7000万ユーロから8000万ユーロぐらいになるんじゃないかなと思いました。まあこの価格帯だとね、全然プレミア以外のクラブでも可能性は若干あるんですけども、まあ別に安い値段というわけではないので、結局プレミアのクラブに移籍するみたいなこともあり得るんじゃないかなと思います。まあでもオランダからプレミアってさ、あんま良くないじゃん。まあユナイテッドにはアントニーがいて、ファンデベークがいて、まあ2人ともあんまりだから思うのかもしんないけど、他にもまあハキムツイクだったりさ、ベルフワインとか、ちょっと昔になっちゃうけどメンフィスとかもオランダでブイブイ言わせてって結局ダメみたいな、そういう展開になってるから、まあアーセナルみたいなね、まあ保持する系のチームに行ったら輝ける可能性あるけど、まあチーム選びミスっちゃったらオランダからねプレミアリーグに移籍して活躍っていうのは難しそうな感じはするので、マジで注意した方がいいんじゃないかなと思います。まあクルスはいい感じだったし、そんなにネガティブになる必要はないような感じはするけどね。オフザボールが上手いタイプの気候派だし。さあ最後にね、紹介した5人の選手たちの特徴を振り返っていきますと、クリパレのマイケル・オリーセはドリブルやパス、フリーキックで脅威になり、守備も割とやる選手だけども、スペ体質っぽい可能性があります。そしてビルバオのニコ・ウィリアムスはドリブルで抜けるし、両足をうまく使うことができるけども、アイディアと決定力がこれからっていう感じでした。そしてライプツヒのオペンダですけども、高速系ストライカーでめちゃめちゃね堅実な性格っていうのは分かったと思いますが、マドリー戦での印象が悪いと。またビクトルはね、ゴールの嗅覚とスピードを持ってて、ゴール前でね相手を剥がせるドリブルも持っておりますけども、まあ、活躍できたリーグがポルトガルリーグとプレミアの2部ということですので、まあどうなんっていうところはあります。そんで最後フェイエノートのヒメネスはオフザボールでの動きで仲間を助けることができ、体の使い方がうまい、まあ技巧派な9番っていう感じだけども、活躍しているリーグがオランダということになっておりました。とりあえず5人の特徴はこんな感じという風になっておりました。なんか中盤編はさ、ジョアン・ネベスとかさ、ビルツとかさ、シャビシモンズとかってさ、もう結構完成品に近い若手が多かったから、弱点をね探そうにも探せなかったけど、まあストライカーとかウィンガーとかはさ、結構如実に弱点とかいうか、まあ懸念すべきところが分かるようなプレー集が多かったので、個人的にはめちゃくちゃ楽しかったし、俺が思ってたよりもねあんまバズんなくて、微妙かと思ったけど、まあ楽しかったし、まあ選手紹介のね文章のテンプレートだったり、まあなんて言うんだろう、自分でねここいるかここいらないかみたいなの考えるのも楽しかったので、まあどうせ夏の移籍市場近くなったら似たようなことはやらざるを得ないだろうし、まあいい経験にはなったと思うので、自分の動画を誇ろうかなと思います。まあリスナー的に
はね、多分俺がブチ切れてたりとか、多分俺が思うことをどんどん発信してった方が良さそうな感じもしたので、まあまたね、動画にするかどうかわかんないですけど、 IG の今後の戦略とはみたいな動画を作っても面白いのかなと思いました。以上で今回の動画は終了かなと思います。それではまた新しい動画でお会いしましょうってことで、おいよ。チュ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